何やんのか、クソ下手くそなやつ。バッケンの腕が一番のだ。もう田中さんが入ってるから一番じゃねえだろ。そう思うならどんねんよ。おい時間ない、コンビネーションとか以前の問題だよこの野郎。もっと他に強豪って感じのとこがあるだろ。なんでそっち行ってないんだよ。県内一の強豪校には落ちた。落ちた？お前何なの？実はバカなの？ちょっとくらい嫌なことだって俺は我慢できる。極力視界に入れないように頑張る。こっちのセリフだバカ野郎。おうおうおう、おめえら勝手に。影山だな。吐いて早々 A 宣言か。いい度胸だな。3年の威厳ってやつをガッと言ったってください。田中その顔やめろ。ちわっす。身長いくつだ？180です。おお。なんだと生意気な。問題児を牛耳れるのは田中くらいだと思ったんだけどな。あ、しょうがねえな。やってやるよ。なんて先輩なんだ俺。田中先輩と呼べ。田中先輩。コータの端から端までギュンって敵のブロックの目の前をボールが過ぎて、それ本当に打てんのかって思うんだけど。げ、教頭先生。先生何かっつうと問題行動にしたから教頭だからおとなしく。サーブ打てよ。全部取ってやる。こら、こんなことじゃ。あれズラだったのか。気づくの遅えよ。ブッ、お前ら黙れ。田中も黙れ。沢村君ちょっといいかな。バレーボールは繋いでなんぼ。勝負しろよ俺と。おお、大地さんの話の途中だろうが。1対1でどうやって勝負するんだ。パスとか聞けやこら。俺はさ、お前らにお友達になれって言ってんじゃないのね。言ってんのね。どんなに優秀だろうが、一生懸命でやる気があろうが、仲間割れした挙句チームに迷惑をかけるようなやつはいらない。こいつともちゃんと協力します。本音は試合で今のこいつと協力するぐらいならレシーブもスパイクもトスも全部俺一人でやれればいいのにって思ってます。何言ってんのお前。清子さん今日も美しいっす。ガン虫興奮するっす。